それでは出発の前に絆トークを見ていきましょう。どうしたの、力を。どうしたんだもん、力を。気合い入れてるけども、何をするつもりなんだもん。あ、今の気合いだったんだ。ため息かと思った。俺は人と話したい。あ、人と話したい、素敵。あ、でもちょっと怖がられるかな、どうかな。でもみんな俺を怖がる。ちょっとあれだね、なんか自分の姿をちょっとどうしようか、どうしたらいいんだろう。本当は俺はそんなことない。みんなにそれを知ってほしい。わかる。いや、でも私ね、あの力を見た目の時さ、なんかおお強そうみたいな感じだったけど、確かに戦闘中なんかこうギャップがありすぎてびっくりしたっていうか。あれ、そういう可愛いキャラだったんだみたいな。すごいいいこと言ってくれるもんね。確かに力尾は地面を行き交うアリンコさえも避けて歩く心優しいブレイドも。そうなんだ。力尾がどんなブレイドか知ってもらうために話をするのはいいことだな。まあ確かにね、ちょっとでも一番最初大変だな。そっか、なんかあの全然違う話になるけどさ、地球征服するなんてのさ、ナスティいるじゃん。なんか一時期ちょっとなんかダメなことがあってね、なんか見た目からマイナスに入るから挨拶はすごいよくしてたみたいなこと言ってたから、挨拶は大事なんじゃないかなって思う。ごめん、わかんないかった人いたらごめん。ただ普通に話すのが難しそう。もさっきみたいに気合を入れていたらなおさらも。そう、みんな逃げていく。それが悩み。悩みだな、悩みだな、トゲトゲしい。のいや、なんか全てにおいて悩みだな。困るな、どうしよう、どうしたらいいんだろう。何か明暗はないか。泣いてる子供を助けてあげる。もっと泣いちゃう。あの困ってる老人を助けてあげる。あー、そうね、老人いいかもしんない。老人はね、経験豊富だから。だってない、子供ね、なんかマツコでさえさ、子供泣いちゃうからね。私何したいから上から見るね。泣いてる子供を助けてあげるのはどうかな。あの泣いている子供を助けてあげるのはどうかな。明暗も困っている人を助ければ力尾の優しさが必ず伝わるも。わかった、俺助ける。トラもついてきてくれ。うん、わかったも。ドキドキ。どうしたの？なんで泣いているも？ママ、どっか行っちゃった。え、なになに、家出け？それともちょっとどっか行っちゃったけ？ないよ。モンスター！違うも違うも！モンスターみたいだけど、モンスターじゃないも！俺は人を食わない。安心しろ。いろいろあったんだろうな、力を。余計なこと言うとまた怖がるも。すまない。トラ、子供頼む。俺は子供の親を探す。ああ、うん、ちょっと、うちの子供に何をしているの。わんわん、悲しい母親か。ちょっとドス聞いた声で。モンスター誰か助けて。ブレイドです。違う。辛い。誰か助けて。モンスターがうちの子供を食べようとしているの。辛いな。違う違う、俺はモンスターじゃない。違う違うの。力を落ち着くも。うわー、襲ってきたわ。誰か早く助けを呼んで。いや、まあ、違うって言っても耳に入らないよね。辛い、めっちゃ辛いんだけど。ダメも、力を。騒ぐと余計怖がるも。ママ早く逃げるわよ。ああ、ダメだったも。また失敗。
敗した。難しいね。そう落ち込まなくていいよ。今日はたまたま失敗しただけだ。ゆっくりとみんなに理解してもらえばいいよ。ありがとう。俺諦めない。諦めないって大事だね。絶対にみんなとお話しする。なんかリボンとかつけてみようか。なんかワンポイント可愛いところがあったらいいかもしれないね。心優しきブレイド力を力を幸せにしたい。プロミネンス帰ったぜ。お疲れさん。お疲れさん。ではもう一パターン見ましょう。あの困ってる老人を助けてあげるのはどうかな。あの困ってる老人を助けてあげるのはどうかな。明暗も困っている人を助ければ力尾の優しさが必ず伝わるも。力尾トラについてくるも。おう、はあ、おばあさんどうしたの。うちに戻りたいんですけどちょっと体調が悪いんですよ。お姫様抱っこする。私もともと目が悪くて調子を崩すと物がちゃんと見えなくなっちゃうんですよ。あー大変ね。それは危ない。俺が案内する。あらご親切にありがとうございます。歩けるも。それはなんとか。じゃあ肩貸してあげよう。あら何かしらこれ。何何尻尾的なやつ。こんなところにいよ。それは俺の体だ。まあすごい結構がっちりとした体なんですね。おうしっかりつかまれ。なんだよあれは。ブレイドです。モンスターがいるぞ。ブレイドです。何やら周りが騒がしいですね。ちゃんと見えてないからね。なんでもない。モンスターが出たらしい。あら怖い。早く逃げないと。大丈夫だ俺が守ってやる。あらあら頼もしいこと。ここが家か。そうですそうです。おかげさまで助かりましたよ。あのお名前は。俺は力尾。力尾さ本当にありがとうございました。おう元気でな。全然違う。頑張ったな力尾。頑張ったね。これを繰り返せばきっとみんなに力尾の優しさが伝わるよ。目が見えてなかったから力尾が見えてなかったっていうのもあるかもしれないけど、でも本当に目が見えた時に力尾っていう言葉と声を覚えててもらってて、あの優しい人だったのねみたいな感じで、そこからまたなんか優しさが広がっていくといいね。おう俺頑張る。みんなありがとう。ああよかったよかった。いいもの見れた。でもこっちは挫折してないからな。ただいま。まあでも挫折なんて今までしょっちゅうしてるだろうな。はあ力尾力尾いい子なんだけどな。心が高鳴る高鳴る。主食が好き。そうあのさあグーラジあ花草系花草系がたくさんありそうな気がする。ボードゲームそうなんだ。あの倒そう系やっとかなきゃいけないね。あと食べよう系がさ何気に時間かかるというか。雷撃のギギって何。そう倒そう系をやっとかないとと思いつつ、ちょっとクエストが終わってストーリーがやりたくなっちゃったから今ストーリーやってるんですけど、やんないと止まってるもんね。なかなか難しいものですよ。これ好きなね、楽器もわかんないからさ、止まったまんまとか、あるんですよね。ホタル何気に成長してるな。八重切りがね、なかなかね、上がんないんだよね。この子、気難しい子なの。
なかなか有効度が、信頼度が上がらない。ディカラは私好きなんだけどな。大好きだ大好きだよかった。特訓の成果が出てきたかな。よし、マップをよく見たら絆トークがあったので、出発する前にもう一個見ていきましょう。で、ここにあるんだけど、この生い茂るツタ、炎よ、はあ、使うよ。オッケー、ブレイズアウト発動。すごい火力なんだろうな。レックスの秘密基地マジ？ちょっとここでセーブします。うわあ、マジか。宝箱後で開けよう。レックスってここに住んでたんですか？いや、ここは隠れ家というか秘密基地みたいなもんかな。この先の岸壁にじっちゃんを接岸させてもらって二人で暮らしてたんだ。レックスってどんな子だったんですか？どんな子って言われてもな。ね、自分でわかんないよね。ミアも興味ありますよね。ミアちゃんに振っちゃう。まあな、面白そうだし。だからその反応何なの子供の頃のレックスのことはわしが話してやろうだね。そうじゃな、やんちゃというか無鉄砲な子供じゃったな。力もないくせに正義感が強くて、近所のいじめっ子を相手に喧嘩ばっかりしとったそうだったかな。子供の頃から元気いっぱいだったんですね。だね。典型的な悪ガキって感じだな。興味津々じゃな。よし、二人にはとっておきの話をしてやろうかの。なんだろう、なんて言おうか。ちょっと待ってくれ。別に大した話なんかじゃないだろう。ちょっと待ってくれの方が面白そうかな。下から見ます。別に大した話なんかないだろう。じいちゃんも大げさだよな。ならモンスターに襲われて怖くてお漏らしした話でもしようかの。え、いや、それはニアフレームアウトしちゃったよ。お漏らしですか？かっこ悪いな。いや、子供だし。ガキの頃の話だろ。今はしてないよ。じいちゃんもその話はやめてくれよ怒ってる。へえ、いいじゃん、聞かせてくれよ。ダメだよ。なあ、ホームラも止めてくれよ。あの私も聞きたいかも。もじもじ。まあね、女の子はそういう話興味あるかもしんないけど、やっぱり男性的にはそういう話はね、あんまりされたくないものなのかもしれないね。女の子はそういう話も含めて、ああいいなって思ったりすることもあるだろうけど。いじめっ子がモンスターに襲われた時の話でな。無謀にも一人で村を飛び出して。じっちゃん、それ以上はダメだよ怒ってるお漏らししたのがそんなに恥ずかしいのか。いい話っぽいけどな。恥ずかしいだろ。ニアだって昔はしただろじゃあ、トビートビー、別の話ならいいですよね。なんじゃ、もっと恥ずかしい話がいいのか。よくないよ。ホムラも何聞いてるのさ。え、だってレックスのことをいっぱい知りたいですし。そうだな、ドライバーとブレイドはお互いのことよく知っておかなきゃなこの件については知らなくてもいい。いい加減にしてくれよどんまいレックス。私もあんまり昔の話したくないかな。どうかな。まあ恥ずかしい話は嫌だね。うん、嫌だけどもう一パターン見ます。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。とっておきの話ってなんだよ。ある日、いじめっ子の一人がモンスターに襲われてな、止めるのも聞かずに一人で飛び出していったことがあったんじゃ。昔から無茶してたんだな。なんだよ、人を助けるなんて当たり前のことだろ。それでどうなったんですか？二人とも村の人に無事救助されたんじゃ。あれ、
レックスが助けに行ったんじゃ。失敗したんじゃよ。ミイラ取りがミイラになったというわけじゃ。うわ、かっこ悪い。まあ子供だしね。でな、夜になってレックスが家の中で大声で泣いとるんじゃよ。悔しかったんかね。傷が痛むのかと聞いたら、違う、友達を助けられなかったのが悔しいと言うんじゃ。かわいいな。こいつは怪我とか恐怖とかそんなものよりも友達を救えなかったことが悔しくてたまらなかったんじゃな。へえ、なるほどね。 なんだよ、ガキの頃だぞ。泣くぐらい普通だろ。違いますよ、ミアはすごいって言ってるんですね。まあね、小さい頃から勇気があったんだなって思ってさ、感心しますね。なんか照れくさいな。いい話じゃったろ。いい話だった。どうしよう、笑いどころもなく普通に終わってしまった。いい話だったけど。あ、でもこっち残せてよかった。さあ、宝箱は何かな。これは必要なものだ。必要なものです。あ、お金。わー、レックスありがとう。レックスの、あ、聖女の組飾り。お母さんの形見だったりするかな。火薬圧効果が 20% アップ。入手場所世界中。ネタバレ、ネタバレなんだな。でも火薬ポット 20% アップでしょ。今 26% とかじゃないっけ。あ、同じだ。アミュレット。あ、回復アーツか。回復アーツでしょ？で、これポットを出す。こっちが回復だもんな。ポットの方が、出る回数は多いと思うんだけどな。てか、リキャスト早くなる、これ。これ使わないよね。これあげよう。これもポットだもんな。やっぱポットの方がいい。あ、ブレイクあった。よく見たらブレイクがあった。ダウン状態の敵を攻撃、これ回復、これとこれ変えるか。ブレイクがあったとは。で、ブレイク系は上にして、回復下で、どうしよう、ラウンドヒーリングにしよっかな。イタテンもホタルもボールなんだよね。一生懸命頑張るね。よし、じゃあクエストが3つぐらいあるみたいだけど、先にメインストーリーやります。ここが矢崎村ね。で、ここのランドマークに飛びます。で、近くのなんとか港に行きますね。さあ、ここ目の前のところかな。どれ、このさ、ブレイドさんさ、じゃない、ドライバーさんさ、この辺を徘徊してるなんか用心棒みたいな感じなんかな。なんか嫌おなしに、あ、そっかそっか、農学。うん、強化しておいて損はないで、損はないですもん。ここだな。来たな。待っとったで。待たれてる。お前は何や、知り合い。亀ちゃん。なんだよ、まだ諦めてなかったのか。明るい。いい加減しつこいぞ。亀っていうよりはすっぽんだもん。確かに。今日の用向きはチートばかし違うんや。何なんだよ、用って。ボンの実力を確かめよう思てな。ボンってレックスのこと。わざわざ3日もここで待っとったんや。そうな、ありがとう。3日もってバカじゃないの。来るかもわかんないよ。今あんたがまず実力を見せなさいよ。ええー、で、思いっきし見せたるさかい構えや。でもここで破壊活動はダメだな。なんで俺たちがここに来るって。うん、そこよね。ワイに勝てたら教えたるわい。え、エメリフ何？アンさんもやるかい。いや、私は遠慮しておこう。そうなん、なんで、なんで。出そうや。
残念やったな、炎の貴公子様の助けが得られんで。そうなん。関係ないね、うん、人のことよか自分たちの心配したら。右手に大岩、左手には大木、そして後ろは崖。今日は雲海に落っこちるかもね。ご忠告おおきに。何何何、なんかだんだん涙かかってない？わあわあわあ、早い。おお。しまんないな。ベルフ知ってんだ。どうや、ワイがちょっと本気出したらこんなもんや。どうや。強いもん。そんな、カメちゃんのくせに。カメちゃん固定なの。え、何何何何何何。ルクスリア王家第一王子にして、王子なの、王国随一のドライバー、ルクスリアの王子。あいつが。その立ちさばきをこの目で見られるとは、私も運が良い。もっと言うて。言うて。見ちゃダメです。リアクションそんだけかい。まあええわ。で、どないする？さっさと負けを認めるか。冗談、かすった程度で勝ったつもりになられてもね。右に同じ、これからが本番です。本番です。よう言うた。それでこそ天の聖杯や。行くで。はい。これはどういうメンバーになってるんだ。ああ、なるほどな。同感にさせて。緊張するねこれ。なんかあの、なんかちょっとあの、何、スタートボタンで押すときとボタンが違うから、これでいいかな。うん、行きましょう。俺たちの力、ハイプレイクサンダー。おおおお、ブレイク。あ、私がブレイクか。行くわよ。やった、行くわよ。やったから、マーキング、崩れないね。レジストって出てたから効くわけではないのかな。効かないわけではないのかな。空から行くか。よいしょ。あ、崩れろ、いいね。ほい。敵の弱点、あー、そうかそうか。どうしようかな。行きますか。4まで止めましょう。ほい。ショード、からのニアにはめて、あ、イザ手にする。あ、でもブロー封印、あ、でもドライバー封印、封鎖封印だから私たちの方を、あ、間違えた間違えた、ヘイト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 下げたかった、ボタン間違え、イザ手難しいんだよね。早い、まだまだ、オッケー。どうしようかな。これでやったら、あ、この辺りないか。じゃあ私が炎を貯めて、からの帰んでね、帰んでね、トラ帰んでね。私今のところあんまドライバーか、ドライバーコンボしてないよね。あ、ちょっとそのうち気にしだすと思います。あ、間違えた間違えた間違えた。でもな、端っこ来ないで、端っこ端っこ超やりじゃ、りじゃないやりづらいんだけど、風からやってなんかあるか。風かどっちか。でもな、
今どう？トラ。なんか溜まってるかな？必殺技。ああ、何こだ？待って、見てなかった。これからの、あ、これで終わりか。あ、ナイス。チェーンアタックすればよかった。やりよるな、ボン。ボン。あんたもね、驚いたよ。まさかメレフとカグツチの他に、こんなドライバーとブレイドがいるなんて。うん。まだつこうとらんやろ、天の聖杯の力。確かになんか、最近光ちゃん出してないよ。光の力は悪いやつにしか使わない。ああ、そうなんや。何言うてんねん。ワイは善人やとでも言いたいんか？違うのかい？ギャグ担当かなと思っている。なかなか言うやないけ、ボン。さすがは天の聖杯のドライバーや。よろしいですか、ジーク様。なになになに。ああ、合格や。あ、え、なになになに。こいつやったら法王庁に入っても問題起こさんやろ。あーはーはー。あんたずっと一体ずっとそういう感じで見てたの。ここ何年かは法王庁に厄介になっとる。まあ特使みたいなもんやな。王子が天の聖杯が目覚めたって聞いてもうたんでな、見定める役を買って出たってわけや。そうなんだ。すまんかったな、何度も試させてもろて。いや別に何とも思ってない。お前、言わせたかったんやけどな。なんせうちの王子様めっちゃ運が悪うてな。それは素なんだ。なんとなくわかる。何言うとんねん、あれはたまたまやろが。たまたま。あっ、おほ、持ってあげて。結構高かった。あー、一緒に行くわけじゃないんだ。あ、落ちた。なるほど、これは確かに。あの、助けに行かなくていいんですか？心配あらへん。そのじじりきで戻ってきはるやろうし、先に船で行ってましょう。あ、いいんだ。浮いてるけど大丈夫？息してますか？むしろ生きてますか？なんか仲間になるんかな的な雰囲気は感じるからさ、なんか特別何もこう突っ込んだりはしなかったんですけど。あー、ケディア来た。わー、神々しい曲。綺麗なところも素敵ですもん。すごい壮観ですね。無駄に威圧的っていうのよ。またそういうことを言う。ん？何か言った？いえ、何でもないです。マルベーニ聖火との謁見は明日を予定しています。うん、まずは皆様で教区内をご覧になってはいかがですか？うん、ご覧になる。アーキディアの中を？そりゃ滅多にない機会だよな。興味あるもん。いろんなところぐるんぐるん回りたいもん。まるっきり観光気分だな。うん、観光気分です。まあ、いいではありませんか。わしも中に入るのは初めてじゃ。あの大きさだったしね。そりゃそうだ。あの大きさで街中うろついたらパニックだよ。ほんとよ。まったくだ。よかったね、いろんな経験が積めるね、じっちゃんは。でもどうなんだろうな、ずっとその幼少体の時もたくさんあっただろうからね。ごめんね、ニア、ありがとう。よし、加速装置、花ミサイル。なんかブレイドコンボをしたら上がるとかそんな感じだった気がする。ご主人、多分ね。よし、